皆さんこんばんは。デカ広報こと島村とコンタクトミリタリーバーチャル YouTuber の彩り迷いです。コンタクトコンタクト、さあ始まりました。マルデカ宣伝本部ね、2021年もね、残すところあと1ヶ月をね切ってしまいましたよ。まゆちゃん、僕も含めてね、多分まゆちゃんもそうなんだけど、皆さんがね多分忙しく、今一番忙しい時なんじゃないのかなと思っておりますね。ねえ、いやー、1年ってあっという間ですね。てかあっという間だね、本当だよね。なんかでも信じられないぐらいのスピードで過ぎ去っている気がするんですけども、だって、そうだよ、あと3週間ちょっとで2021年が終わるんですよ。恐ろしい。令和3年から令和4年になるんですけども、早いな。早いね。なんか令和になったのがついこの間のように思えるもんね。それがもうね、3年経ってもう4年だからね、早いよね。でもまあ個人的にはね、ちょっとやっぱりこの、なんだろうな、2021年令和3年ってちょっとなんかこうね、暗い影をこうずっと引きずったまま、ずっとずっとこう来たようなイメージなんで、やっぱりね、令和4年にはね、こうなんか、明るい未来をっていうか、まあ期待してさ、明るいのを期待して、なんか令和3年にはちょっと早く終わってほしいなみたいな。そう早く終わってほしいなまではちょっと思ってないですけども、けど、ね、まあでもね、皆さん、ね、2021年の残りのこう日数をね、こうラストスパートで頑張っていきましょうよ。そうだね、もう突っ走っていくしかないね。そうだね、そうですよ、まあ、そんな中でですよ、迷いはね、今日の配信すっごく楽しみにしてました。俺も楽しみにしておりました。ね、それはじゃあ、なぜかというとですね、本日は今年のラストスパートにふさわしいね、チャレンジ企画の配信となっているからなんですよ、ね、おー、やったぜ、チャレンジ企画。でかくん、まゆいから紹介してもいいですか。ぜひぜひ、じゃあまゆちゃんからね、今日の、企画のあれを説明してもらいましょうかね。イエーイ、はい、ツイッターでもいろいろとコラボさせていただいている、ターナー色彩さんとの企画で、ターナー色彩さんの商品である、ミリタリーペイントアーミーとか、アイアンペイントとかを使って一緒に DIY をやっちゃおうっていう配信をしたいと思います。やっちゃおう配信ですね。その通りですね、やっちゃおう配信です。やっちゃおう配信ですよ、はい、まあ、そう、迷いもね、もともとこう DIY とか好きだし、もうね、デカ工法なんかは模型とかものづくりすごく得意じゃないですか。そうね、まあ得意かどうかあれだけど、すごく好きだしね、もうまあ趣味って言ってもいいぐらいなんだけどね。そう、実はね、皆さん、こちらの DIY パートはちょっともう先日ね、収録済みなんですけども、 その時ね、すごく楽しかったんですよね。そう、収録済みであるんだけどね、めちゃめちゃ本当にね、楽しかったな。すごい楽しくて、やっぱりなんだろう、今 DIY って最近ブームになってるじゃないですか。ちょっとテレビとかでもね、いろいろと深夜帯でも結構取り上げられたりとかしてて、でもやっぱりいざね、じゃあやってみようかってなると、結構こう敷居がね、高いんじゃないのって思われがちなんだけども、そんなことはね、全然なくて、なんかその、なんだろう、ものを作るだけじゃなくてもね、それこそ本当に身近なものに本当に塗装するだけでもね、そういった DIY もすごく楽しめるし、大げさじゃなくてもね、本当にこう簡単に楽しめますよっていうことをね、ぜひね、この機会に見てもらいたいなと思っております。ね、いいですね。いや、実はね、迷いもちょっと昔にね、ガンラックを作るっていうプロジェクトをね、進行していたんですよ、まあ、ちょっと今止まっちゃってるんですけど、
そうそうそう、うん、なんかねこうある程度慣れてきたので、うん、あのまたねこうそろそろガンラックにチャレンジしたいななんて思ってるんですけども、いいね、やっぱりこう DIY って、うん、いきなりこう大きいものを作ろうってなるとちょっとね、うん、さっきおっしゃったように敷居が高かったりだとか、うん、こう途中で、うん、投げ出してしまうこともあるかもしれないんですけども、わ、ね、かるわかる、ね、あのやっぱり、ね、なんかうんうんうん、ちっちゃいものからこう、うん、チャレンジしていくのがいいかななんて思うんですけども、そうだね、あのね、うん、そこで本日は身近なものを使ってね、でこう完成して満足できて、そしてまあこの番組ですのでね、エアソフト感に関するものを作る、そんなね DIY にチャレンジしました。そしてねここにじゃん、はい出ました、じゃん、すでにね完成品が用意してあります。皆さんすごいでしょこれね、うん、ハンドガンケースなんですよ。そうなんですよこれね、うん、これから発売される新製品ね、エアリボルバープロのねアーティラリーが収まるガンケースとなっております。もうね将来のためにね準備いたしましたよこれ。なるほどね、うん、こうデカ工法はアーティラリーのハンドガンケースにしましたけども、はいはい、今ね視聴者さんとか皆さんが持ってらっしゃるハンドガンを収める箱でも問題なしですからね、うん、そうですよそうです、うん、いや待てデカ工法、うん、みんなねきっとそれは入門編としても少しハードルが高いって思われてるかもしれませんよ。いっぱいこう書かれちゃってるかな、あのそう思われちゃうかなやっぱりとかな、うん、でもね、うん、なんかこう木箱から作るのかってなるとちょっとハードルが高く感じちゃうんですけども、あそういうツッコミはね、木から作るのはちょっと大変だなみたいなね、うん、ならあのそうそうそう早めに種明かししといた方がいいかな。あのね実はこのハンドガンケースね、うん、あの材質がね木でできてるって大思いかもしれませんけども、うん、実はねこれ、うん、素材は段ボールです。ダンボールで作ってあります、うん、そうなんですよ、うん、こちらねダンボールで作られているんですよ皆さん、うん、え全然見えなくないですかダンボール見えないよねこれね、すごくない、うん、でしょ、うんうん、あのまあなんだろうやっぱり DIY イコール木みたいなねそういう先入観があるかもしれないんですけども、うん、正直あった、うん、あったでしょ、うん、実はこれね本当にダンボールにね塗装して作ってあります。いやこれね、うん、本当にすごいんですよ、うん、ダンボールってね、うん、身近にある素材ですし、うん、あんまりねこう手間もかけずに気軽に DIY にチャレンジすることにはもってこいな素材なんじゃないかなって思いますね。本当に本当に、うん、そうしかも完成したらこうね、うん、ガンを収納もできるので、うん、もうテンションも爆上がりですし愛着もねムクムクですよ。爆上がりですよ、作ってる途中でもやっぱりテンション爆上がりだったし ねめっちゃもう集中して楽しそうにやってましたもんね。楽しかったしねじゃあねその爆上がりに行くまでの過程をね、うん、ぜひね、まあ、これを制作するための過程を皆さんにも早速見てもらいたいなと思います、はい思います、ね、あの今回は秋葉原にあります、うん、ターナー色彩さんのね、ショップに、お邪魔させてもらって作っておりますのでね、そんじゃ早速そのね、うん、模様を皆さんに見てもらおうかな。行きましょうか。久々にこの振りでじゃあ行こうかな。おなんだ行っていい？行っちゃいますよ。あ、頑張る頑張る、うん、これかこれか Do it yourself VTRDIY。 え？さあ、そういうわけでね、早速お邪魔いたしました。秋葉原にありますターナー色彩株式会社さんのショールームとなります。おお、来ましたね。来ましたね、来ちゃったね。本当にすごくおしゃれなお店ですね。そうだね、うん、こう展示の仕方とかもすごくセンスが感じられますけども、うん、そうなんです、すごくね、うん、おしゃんていてなんか自分がちょっと浮いちゃってる気分になるんだけど大丈夫なのかなこれ。おしゃんていすぎてちょっと自分が浮いちゃった感じ。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。じゃあね早速こちらの場所をお借りして、はい、ペイント DIY にチャレンジしたいと思います。はい。でもねさすがにね僕とまえちゃんだけだとね不安になりますので先生をねちょっとお呼びしたいなと思っております。お、先生。先生です、ターナー色彩ショールームの
小林店長さんです。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして、小林です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあね、はい、まずは、棚橋喜斎さんの発売されているペイントのね、特徴をちょっと我々に教えてもらえたら嬉しいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、棚橋喜斎で今主要な商品をいくつか挙げさせてもらうんですけど、はい、お願いします。皆さんこれ知ってますか？知ってます。早いですね。早かったですね。回答が早かったです。なんだなんだ、かわいらしい。おいしそう、おいしそう。ミルクペイントという塗料になります。これは主力商品なんですね。主力商品、はい、うん、これ水性です。水性です。水性の塗料になります。デザインとかもね、デザインかわいい、もうすごいかわいらしい、ね、牛さんの。なんでそれはミルクペイントって言うんですか？これがですね、この水性塗料のこの原材料の中にミルクカゼインっていう、本当にミルク、牛乳を入れてるんですね。なるほど、うん、あ、なるほど。でそれでミルクペイント。なるほど、牛のお乳が入ってます。あ、本当に入ってるんでミルクペイントなんですね、はいはい、あ、なるほど。で言ってしまうと森永の牛乳の原材料が入ってます。もうブランド名が入っちゃってます。ブランド名が入っちゃってます。森永の牛乳が入ってます。容器のデザインもだってほらミルク缶みたいな、そうですね、意識して作ったんですね。意識してやってますね。普通になんか飾りたくなってくるデザインですね。可愛いもん、うん、なんかね、本当にこれね、この容器を置いとくだけでもインテリアとしても結構可愛らしいよね。ね、そうですね、かわいいって言って飾っていただいている方もいらっしゃいますね、うん、へー、かわいい。ちなみにこっちの名前もかわいいんですよ。これがナチュラルミント。ナチュラルミント、かわいい、かわいい色ですよ。ミントの香りがしそうだもん。もう聞いただけで香りが漂ってくる感じの爽やかな色ですよ。爽やかな色、匂いは牛乳臭くもないし、ちょっとこう絵の具っぽい匂いではあるんですけど、ほとんど匂いしないです。なるほど、はい。匂いがないのはね、意外とね、いいですよね。そうですね、うん、あ、匂いがないっていうのと塗りやすい、結構トロトロなので、うん、このまま使って OK です。なるほど、水とか溶かなくても大丈夫。薄めずにってことですね。薄めずに使ってください、すごい楽、うん、はい、楽なやつですね。こういったのが主に使われます。使っていただいている商品になります。これが主力商品なんですね。そうですね、はい、このミルクペイントが主力商品となります、はい、で今回使うのはこれではなくて、うん、はい、さあ来ましたね。すごい気になってたんですよ。今回この辺ですね。そう、ここら辺です。この辺ですね。ここら辺です。この辺を使います。はい、うんうん、じゃあ一つ、はい、はい、ミリタリーペイントアーミーというミリタリー系の色です。これがミリタリーペイントっていう、シリーズなんですね。シリーズです。シリーズなんですね、はい、なので名前の通り、ミリタリー色に特化したっていうことですね。そうです。もう見慣れた色ですね。もう僕らが我々の目に優しいやつです、うん、目に優しいやつですね。すごい安心するカラーリングばっかり。安心するやつ、安心する、うん、間違いないカラーリングが、ここら辺が間違いない。今回これと、はい、あともう一つ、はい、アイアンペイントっていうちょっとキラキラした塗料になっていまして、アイアン風になるっていう金属系になる塗料です。そうそう、ちょっとね、分かりづらいかもしれないけど、ラメが入ってるのかな。ラメが入ってこうキラキラして、本当にちょっとね、金属っぽい質感がね、もうこの瓶からも漂ってくる感じ、はい、すごく。じゃあちょっと塗るとメタリックな感じになるっていうことですか？そうですね、色によって本当にそういった感じになってきます、うんうん、すげー、すごいね、これいいよ。もう見ただけでワクワクするの、この色。ワクワクしますね。ワクワクする、うん、もう大好き、大好きなカラーリング。へー、なるほど。じゃあ、はい、なるほど、この辺の塗料を使って、この辺の塗料を使ってやっていきます、うん、やっていきたいなと思いますので、解説ありがとうございました、はいはい、じゃあ早速ね、この絵を使って DIY にチャレンジしたいと思います。お、はい、今回は段ボールでね、うん、眼ケースを作るチャレンジに挑戦するっていうことなんですけども。そうなんですよ、そうなんですよ。大丈夫そうですか？ね、これ実はね、ちょっとサンプルで見せてもらったんですけど、これね、すんごいこうなんか金属っぽいんだけど、実はこれね、段ボールに塗ってあるんですよ。え、ね、裏ほら、それ段ボールなの？これ段ボールなんですよ。え、すごい。で、本当にもうこれをね、塗るだけで段ボールがね、こういう質感のものに仕上がりますのでね、本当塗った後は多分ね、こう強度も出ますしね、そういった部分ではガンケース作った時には結構ね、最適なんじゃないのかと、そんな風に思っておりますので、おしゃれになりそう。早速ね、段ボールを使って作ってみたいと思いますので、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速始めたいと思います、
じゃあ、はい、行ってみよう。うわ、来たか。行ってみよう。お願いします。行ってみよう。さあ、それではね、ここに用意しました段ボールになります。あのアーティラリーがね入る寸法をこう、うん、切り出した後にねこう組み立ててもらって、うんうん、ちょっとね、こんな感じに、そうするとねこんな感じの箱になります。おお、うん、お料理番組的なやつですね。そうですね、はい、こちらが箱になります、うん、時間短縮ですね、はいはいはい、ただね段ボールにはねこういった形で断面がどうしても出てしまいますので、うん、この断面をね処理するためにはこの1枚だけ残してこう裏側に曲げたりするとこういった形でね小判部分もきれいに処理ができるようになってますのでね、まあ、あとはあの100均とかでこうマスキングテープでこう処理したりとかね、それはいろいろと工夫とかアイディア次第でうまく作ってください。なるほど、うん、もうアイディア次第っていうことですね。そうだね、うん、ねえ、迷いもちょっとあの近くのスーパーマーケットとかからもらってこようかな、ダンボール。あ、いっぱいあるからね、あのいっぱいありますからね、ポイントあるからね。ポイントとしてはただね、あんまり厚すぎないダンボールの方がいいですかね、うん、やっぱり薄い方がカッターで切る際とかこう加工する際にもねちょっと厚いとやりづらいになっちゃいますのでね。確かに、うん、うん、まあじゃあそんな形でこの状態でペイントしていきたいと思います。お願いします。お願いします。じゃあ小林先生、はい、これに使用するのは何がよろしいですかね。イメージとして内側と外側、はい、うん、ちょっと別々でやってみましょうか。あ、いいですね、いいですね、はい、別々。じゃあ内側は、じゃあ最初に、そうですね、はい、内側でこのアーミーシリーズで、アーミーシリーズ、アーミーの中で一色だけ塗ってみましょう。あ、結構一色だけだったら簡単ですので、はい、わかりました、うんうん、実際6色ありますよね。そうです、はい、6色です。このじゃあ日差し5、6っていう中から選んでみてください。これ選ぶ、はい、なるほど、センスで。センス、え、大丈夫ですか、デカ工法のセンス。センスゼロだからね。でもよく知ってるんですよね。よく知ってるんですけど、そうだそうだそうだ、中でのアーティラリーが入ることをイメージすると、そうです、うんうん、でもやっぱり無難なアーミーグリーンです。アーミーグリーンがいいかなと思います。じゃあこれで一色塗っていきましょう、はい、そうだね、あのでもね、もうすごくね、もうイメージできましたよ先生。イメージできました、うん、もうすごいかっこいいね、すごいかっこいいイメージはできてる俺。なるほど、でもデカ、うん、デカ工法はね結構模型を作ってこうカラーリングしたりとかしてるから、うん、こうイメージがね、そうなんですよ、そうなんですよ、湧きやすいと思うんですけど、こっから作っていくんですもんね。こっからですよ、こっから塗ることが大事なんですけど、うん、じゃあその肝心な、うん、筆は、はい、どれを使えば、筆か、はい、筆ですね、筆が大事ですよ、はい、筆は、うん、結構いろんな筆売ってるじゃないですか、うん、はいはい、やっぱホームセンターさんだとか、うん、百均さんとか、うんうん、もういろんな筆があると思うんですよ、はい、まあどれでもいいですとは言えないです、うんうん、あ、筆大事ですよ、筆大事です、筆大事、模型でも筆大事ですから。そうですね、うん、まあ今回広い面をっていう感じで、はい、うん、大きめなハケとか、はい、あのちょっと細、あの幅広か幅狭っていうのがあるんですけど、うんうん、はい、まあ、ある程度中間くらいのこれくらいのやつで十分かなと思ってます。なるほど。ただ逆に本当小さすぎると面積によってはもういっぱいやんなきゃいけないので、ね、その面積によって筆の大きさを選んでください。でもっと広い場合は、はい、ローラーを、ローラーですね、そうです、ローラーです、ローラーを使いましょう。面白い、こうコロコロする、コロコロする、コロコロやってみたい、やってみたいよね。これはすごい広い面積じゃないと必要としないので、ある程度これくらいだったらハケで十分かなと思うので、うでね、今回はハケだけでやっていきます。わかりました、うん、あのまたねこれの企画第2弾第3弾で今度はローラーを使う ね、 そうですね、もし企画があればあのもしこういう壁が でっかい壁やりたいときはローラーです。ローラーで確実にローラーです。なるほど、楽しくなってきました。サブ6番の大きい板とかはローラーの方がいいですね。そうですね、あんまり筆では塗れない、筆ではちょっとこうちまちま塗れないので、ね、それやっぱり大きさによって筆、ローラー使い分けていくっていうのが大事です。なるほど、じゃあこのガンケースには今回は筆、ハケを筆で、ハケでしたいと思います。じゃあそれがね決まったところで早速、早速これ、これです、アーミーグリーン、アーミーグリーンですよ、ね、これで塗ってみたいと思います。じゃあ早速、楽しみ、お願いします、お願いします、お願いします。じゃあね早速本番行ってみたいと思います。やってみてください。ものすごいちょっとね緊張しますね、うん、ちょっと僕の最初のやり方でいいですか先生。はい、どうぞどうぞ。僕ねこう
まず角をねこうちょっと塗っちゃうタイプなんですけど、うんうんうん、合ってます？あ、全然そっちの方がいいですね。大丈夫ですか？こうね角から攻めていくタイプ、ね、カメラに映ってるかな、いい、ね、お割れながら結構いい感じじゃないのこれ。お、どうなってるの？ちょっとどうこれ、こっちから見えるんですけど、うん、カメラだとなかなか見えにくいですね。素晴らしいアドバイスありがとうございます。ここね、じゃあここの ね、この辺からね角をこう攻めていくんですよ。オセロと一緒で、あ、オセロ言っちゃいけなかったな、ごめんね。角から、角大事ですからね、角。角大事。でこうなるべくはみ出さないような感じでこうピョ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 という感じで、こうちょっとね段差とかうまくこう塗っていく感じで、ピュッピュー。どうですかこれ、どうだろう。お、綺麗じゃないですか。あ、ありがとうございます。やった、小林さんのお墨付き、やったやったん。こうね、こういう感じ、角をねちょっと攻める感じです。ただこのやっぱり塗料すごい塗りやすい、うん、塗りやすいですね。やっぱあとやっぱり筆が、やっぱりこの動物の筆が良かったかもしれないです。すごいなんかストロークが伸びますもん。この塗料自体があの中身のその中身がすごい塗りやすくできてる塗料になってるので、はいはい、る誰でも簡単に綺麗に塗ることができるんですよ。やっぱり水性はいいですね。あの、ね、特有の匂いみたいなのもないですし、そうですね、うん、なんか迷いみたいな、カメラにちょうどいい感じですね。やったことない人にもおすすめだったりしますか？どう、この筆さばき、あ、めちゃくちゃおすすめです。最初にこれ触ってほしいくらいですね。やってみたいよ、はい、アーミーを。アーミーね、アーミーいい、アーミーのこのなんか仕上がりいい、この質感。ちょっと段ボールなんで少しうまく工夫してね塗りますけど、結構適当に塗っても、そうですね、やっぱりこうね段ボールのどうしても塗った時にこう目がねちょっと出たりしますけど、でもそれもね塗ることによってすごく隠れますので、はい、これ匂いとかはどうですか？いや楽しい。すげえ楽しい。はい、来た。どうですか先生？いいですね。1回目なのでやっぱりちょっとだけムラは見えるんですけど、なるほど、2回目でバッチリこのムラがなくなります。あ、もう1回、あ、そうですね、残ってましたね。ちょっと老眼なんで、いやでもこのままで乾かしても全然大丈夫ですよ。大丈夫ですか？老眼なんでちょっと見えなかった。ここ、楽しそうだな。この筆の返しどうですかこれ？大丈夫です、そんな感じで。はい、どうですか、これで塗りました、はい、ここはね、あの、そこの部分は塗りませんので、ここの部分は銃のあれがきますから塗りませんので、はい、さあこれで内側が完了しました。下の部分ですね。そうですね、はい、こんな感じです。ナイスです。さあ次はじゃあ外側を、はい、塗りたいと思います。あ、蓋の裏側も塗らなきゃいけないのかな。そうですね、ですよね、はい、蓋の裏側 も、じゃあチャレンジしたいと思います。さあこんな感じでね、中が乾くと、乾くと全然やっぱりムラも目立たなくなりますね。そうですね、これね、綺麗に塗れましたね。ありがとうございます、ね、すごいすごい。じゃあ次はね、外側を塗りたいと思います。じゃあ小林先生、外側はアイアンペイントで、アイアンペイントで塗っていきます。はい、でベースの、うん、はい、ベースの色っていうのが主に、まあ、この中では2色あって、はい、ブラウンかブラックって感じですね。ブラウンかブラック、はい、でもなんか黒はありきたりだからブラウンがいい。ブラウンで、はい、ブラウンで、いいですね、ブラウン、はい、クラシカルな感じになります。もうあのアーティラリーにぴったりの箱を作りますんでね。じゃあブラウンで、ブラウンで、はい、塗りたいと思います。楽しみ。はい、次のハケはブタ毛っていうハケを使っていきます。豚の毛ですね。豚の毛です。じゃあ触ってみてください。はい、くに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 、なるほど。結構さっきの硬いんです。豚って結構硬い毛でできてるんですよ。はいはい、この毛でこれで塗って大丈夫なんですか、こう硬い毛で。これはですね、アイアンはこう横にストロークして塗っていくんではなくて、はい、叩きます。叩く、お、新しい技法ですね。叩きます、叩く、叩いてちょん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 ってずっとやっていく感じです。なるほど、そのために硬い毛を使う、はい、模型でいうとウェザリングブラシみたいな感じですかね、まあ、そうですね、こういう感じ、こういう感じの、へー、わかりました。じゃあちょっと、はい、
やってみましょう。そうですね、はい、これがちょっと少なめなんで、ちょっと多めのこの大きいボトルで、はい、がブラウニー。初めて叩くんですけど、僕でもできますか？できます、できます。ちょっとじゃあ試しに私やってみますよ。あ、お願いします、はい、はい、あ、お手本だ。横から横から 横からでいいですか？横から、はい、はい、この横からいきましょう。で、結構まあまあつけちゃっていいです、最初は。結構つけるんですね。結構つけちゃっていい。結構つけますね。結構出ろっていう風に つけてます。はい、はい、今こんな感じでつけてます、はい、結構デロッデロにつけてると思います、ね、とここでじゃあ叩いていきましょうか、はいはい、ここで、はい、多分一度ちょっと様子を見てください。結構なるほど、かなり塗料が残るぐらいの感じで。そうですね。で、こういう風にやるとはけがすごい残るんですね、はい、なるほど。あ、毛が硬いですからね。そうです、はい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 。で、これである程度伸ばしちゃってからでいいんですけど、はいはい、ここから叩いていきます。なるほど、すごい、なるほど。うわわわ、あ、このまま乾くってことですね、じゃあ。そうです。お、これすげえ、なるほど。すげえですね、うんうんうん、これ、わかりますかね、これ。このね、あのね、うんうん、模型で言うと、溶きパテをこうね、あの塗った後に筆でこうやったりとか、表面をね、こうザラつかせる技法があるのと。ザラ、なんか砂壁みたいな感じになっているんですか？そうなんですよ、これ、これ。鋳造したっぽいとかを出すときにこういう塗装のテクニックを使うんですけど、はい、で、これでもうかっこいい。すごい、しかも一瞬でできた。一瞬でですよ。一瞬ですね。これベースなんで。なるほど。さすが小林ティーチャー。でもティーチャー小林、でも素晴らしい。すぐにできますよ。やってみましょうか、はい、ちょっとこっちの面が少なめにしましょう、はい、面積がひ、じゃあカメラ写りを気にして、はい、カメラ写りを気にして、ドキドキ、この辺からベトっとくっつけて、ベトベト違う気がするけど、なんか伸ばすんじゃなかったでしたっけ。ちょっと伸ばしてもいいですし、叩きながら伸ばしていく、叩きながら伸ばす、なるほど。ちょっとつけていいですか、うん、はい。なんかメイクで言うと、ファンデーションを、リキッドファンデーションを今肌に入れて、その後スポンジで叩いてこう伸ばしていく感じです。なるほど、わかりますか、デカ候補。うん、いや、俺それでなるほどって言ったらちょっと違うことがバレちゃう。そこで浮かずに、なるほどとは言えないからね、今は。ちょっとだから、女性だと結構そういう感じで、化粧に例えると結構分かりやすく理解してくれます。でも化粧も、そうですね、女性とかは分かりやすいですね。化粧も、でもやっぱりさ、やっぱり模型みたいなもんだもんね。そうですね、その上から少しずつ、ね、少しずつ色を重ねていくっていうところに関しては。どうですか、こんな感じで先生。あ、いいと思います。いいと思いますか。ただ若干残ってます。残ってますか。はい。それはあの叩きが弱いってことですか、それとも。叩きが弱いっていうよりかはそこまで塗料が行き届いてない。行き届いてない。もうしっかりあれですよ、お肌に塗り込んでくださいよ。塗り込んでください。塗り込む感じですね。素肌を見せちゃいけないです。わかりました。ちょっとメイクしてみたいけどね。いや、おかしい、話がおかしな方向に行った。いや、じゃあほら、あのテレビドラマとかみんなほらメイクするじゃない。まあ男性も最近しますね。男性でもするけど、そういうのやったことないもん、一回も。確かに、あのターナーさんの企画からメイクに興味を持つデカ候補っていう謎の構図が今展開されてる気がするんですけど、大丈夫そうですか？何度かやっぱほら、ああいうテレビとか出たことあるけど、なんかそのなんていうの、メイクまでやってくれないレベルだったからね。なんか俺もメイクやってもらえるぐらいの、なんか人になりたいなってちょっと思って、うん、俳優さん、超有名人超有名人のやつですよ、それ。え、でもなんか慣れてきましたね、デカ候補。もうあのね、コツをつかんだら意外と、うん、あのすごい楽よ。やっぱこのね、豚の筆がやっぱり硬いんで、結構いい感じでこのね、なんていうの、ダマっていうか、このなんていうのかな、はいはいはい、このブツブツがね、すげえよくできる。はい、こんな感じで、そうですね、一周ぐるっとできちゃいました、はい、中は乾いてるので、ね、中はほとんど乾いてると思います、はい、結構乾燥が早いと。どうですか先生、こういう感じですよ。そうですね、あ、ちょっとこの辺が少しまだ甘いですね。まあでも裏も後でやりますので、ね、あの、ここも最後塗りますのでね、はい、その時にまた、あ、そうですね、あの、角の部分 もすげえね、あの、分かるかな、これこの、これ、これ、はい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 、このザラザラ感、これがすごいね、塗るだけでこのね、この質感が出せるってすごいよ、これ。いや、なんか筆って重要なんだなって今初めて知りましたよ。いや、本当塗っただけだもん、これ。ねえ、うん、そう、
筆の選び方で相当変わってきちゃう。なるほど、やっぱ ね楽しい。豚の毛こうやっぱりこういうのには豚の毛、アイアンペイントには豚の毛が最高ですよ。じゃあ小林先生、こんな感じで全てが塗り終わりました。塗れましたね。ありがとうございます。ただところどころちょっとね塗り残しがあるんですけど、でもこれはねちょっと気にしないです。こっからアレンジをしていきますと思いますけど、はい、どんなアレンジがよろしいですかね。アレンジやっぱこの一色だとちょっと寂しいですよね、はい、寂しいですね。ちょっとこう、うんうん、オリジナリティを、オリジナリティをちょっとこうくすんだりとか、ちょっと若干錆びたりとか、いいですね。中開けたらキラキラっていう、ああいいですね、宝箱のような、はい、なんかでもものすごくセンスを問われる、そうです、感じですよね。今そうですって言ったけど大丈夫そうですかってか、こうえいやドキドキなんですが、うん、ここぞとセンスが問われます。いや大丈夫、先生がついてるんで僕は怖いもの知らずです。先生がいるから大丈夫みたいな。直しはやります。まずちょっとじゃあ先生にやってもらった方がいいかもしれない。わかりました。先に、はいはい、じゃあまず、はい、あの何の色を使うか、はい、この上から今多分アイアンブラウンを塗ったと思うんですけど、はいそうですね、全体がそうですね、全体が、はい、ここからちょっと4色ぐらいプラスアルファで、贅沢ですね、贅沢に使っていきます。これはアイアンです、そんなに使うんだ。ただちょっとずつしか使わないです。なるほど、はい、おー、なるほど、すごいよ。でこれもプラスアルファ若干使っていきます。なるほど。あとは紙パレットだったりとか、これが紙パレットっていうんですけど知ってますかね、うん、紙パレット、そうです、紙パレット、これは結構アクリル系とかこの耐水性になる、うん、ものの塗料に対してこういうパレットが、紙のパレットがあるんです。なるほど、使い捨てみたくなって、迷い、はい、それ、はい、持ってるぞ。お、持ってますか。持ってる、そうネイルで使います、それちっちゃいやつですよね。これを使っていくんですよ、うんね、すげー、そうなんだ。これを使っていきます。この中でちょっと色を混ぜながらここに着色していきます、うんうん、なるほどなるほどなるほど。なぜかっていうと、うん、ここで色を混ぜてちょっとここにやっていかないと、はい、これの色の差が結構激しいので、少し色を混ぜながらやっていくと、あのオーバーにならないような、オーバーにならないような色調を合わせる感じなんですね。そうです、合わせる感じ。なるほど、で面白いぞ。そしたらこれ筆がこれ全部豚毛です。豚毛、やっぱり豚なんですね。豚です。なるほど、豚がたくさんある。豚がいっぱい、これ油絵の具用の筆なんですけど、まあ1本500円とかそんなしないんですよね、うん、なんでこれをちょっと細かくやっていくにはやっぱこれくらいの筆がちょうどいいです。なるほど、じゃあ早速センスが問われるんで、うん、ちょっと見てみたい、ね、見たいですね、うん、じゃあこんな感じで、うん、あのこれをベースにちょっとまずはちょっと先生にねやってもらって、それを見た上にあのミーがチャレンジしてみたいと思います。そう出た、まだ一人称迷子、うん、あなるほど、そういう風にこういう風に各色でちょっと、はい、なるほど、分けて使う色を今紙パレットに出して出しました、はい、出してある程度出しました、はい、まあ、これはこの筆で使っていってもいいんですけど、はい、ちょっとこっちはこういうふうに入れておこう。なるほど、ちょっとこっちはもう使い果ててるのでちょっと硬いです、はいはいはい、でここからあなるほど、混ぜて作っていく。そう、ここでこう色を調合しながら、で最初は本当に端っこで確認するだけでいいです、うん、なるほど、おー、このね、このバランスとこの力加減がねすげー大事だと思うよ。だちょっとやってみますね、はい、こうやっちゃうとダメなんですよ、うんうん、やってもいいんですけど、わかります。そしたらこれで失敗したなって思ったら、こっちの元のアイアンブラウンに戻ってもらって、なるほどね、おー、なるほど、これは大変だ、これはもうねセンスの塊、もうやればいいっていうレベルじゃないもんこれ、っていう風にやっていく感じですね私は。なるほど、あ全然違う。どうですか、いけそうですか、デカ候補、うん、あのうんめちゃめちゃいい音飲んでるけど、うん、塗るのはできないけど、このなんていうの、このね、そのダメージ加減とか、ね、この角のこのやれ具合とかっていうのは多分その筆をこう今叩いてるこのセンスだと思うんだよね。本当に軽くでいいです。あ、はいはい、本当にこう、
で同じとこやってもダメだし、それをやっぱりところどころ、例えばだいたい角とかこういうヘリから物ってこうね、うん、色が剥げてきたりするんで、そうですね、はいはい、そういったところを考えながらやっぱりこの塗装を乗っけていく感じですね、うん、そうです。いや迷いね、そういうのね絶対ねやりすぎちゃうタイプで、ね、おかしくなっちゃうと思う、うん、俺もあのやりすぎは戻れます、うん、やりすぎても戻れます。そっか、そう、ね、色をまた立てる、また上から乾いた後に塗れば全然大丈夫です、うん、これ別にあれですよね、完全に乾いてなくても半乾きとかでもできる作業ですもんね。半乾きでいう技法の名前がウェットインウェットって言います。ウェットインウェット、ウェットインウェット、ウェットインウェットですよ。そうです、その画面の中の乾いてない乾いてない上の画面のところにさらに、はいはい、あの濡れて、なるほど、濡れた絵の具を乗せていくウェットインウェットっていう技法です。ウェットインウェットですね。3回目、3回目結構楽しいでしょ。ウェットインウェット。いいね。楽しい。なんか言葉を覚えると無意識に使いたくなる。ウェットインウェットで。あ、もうウェットインウェットで。そう、画面の上で、うん、濡れた画面の上に濡れた絵の具を乗せるのが。乗せる感じですね。ウェットインウェット。ウェットインウェット。今日飯何行く？ウェットインウェットみたいな感じで使うかもしれないね。濡れた上に。わからないです、ね。すいません。多分ここはカットになると思う。やり直しが効くっていう点で言うと、初心者さんにもこう挑戦しやすい。そうですね、うん、なんか一回こっきりじゃなくて、うん、でやりながら勉強しながら、うん、あ、こうしてこうとかってやっぱりどんどんねステップアップできるし、これで、うん、もうちょっとこう明るくしようっていう部分をちょっとずつ増やしていくんですよ。これはね、ただこういう風に点点点っていう風な感じで、はい、筆の跡が、うん、あの同じようにつくのは、うん、ちょっと描いた感があるので、はい、うん、それをごまかすために違う色をまたさらに乗せていってごまかしていく、うん、なんかこれだと今指紋がついちゃった、手でこう触っちゃったみたいな感じになっちゃうんだけど、そうじゃないような風にするのがやっぱりテクニックだね。そうです。これなんか薄めるときにちょっと水とかつけてもいいものなんですか？なんか別にもうダイレクトでやっていく方がいいんですか？ダイレクトでやった方がいいです。水をもし使うとしたら、本当にサビ加工したいっていうときはやり方の方法があります、うん、サビが流れていく様子、まあ、模型と同じような感じですね。そうです、そうです。なるほど。あれだったら、うん、あの霧吹きとかでちょっと部分的に、なるほど、かけてあげたり、ちょっとシャバシャバにしたのをかけて垂らすとか、うん、はいはい、やり方はいろいろあると思います。すごいねこれ。いいですね。じゃあどうですか、どうですか、デカ工房やってみよう。急にびっくりした。やってみよう。小林先生の目がカッと見開いて、あーみたいな感じだ。急に声荒げるからびっくりしちゃったな、今。すいません。本当すいません。そうですね、ちょっと分かりづらい部分があるかもしれないです、うん、でもだいぶいいあの感じで見えてます、はい、うん、こんな感じでこの全体的にやっていきます。分かりました、はいはい、じゃあちょっとやっていきます。やっていきましょう、はい、頑張りましょう。いきましょう、頑張ろうと。こればっかだな。どうですか、デカ候補なんか完全ゾーン状態に入ってて、うん、もう今話しかけないでもらえる。撮影どうですか、めちゃめちゃでもいい感じに、うん、あのね、楽しくてごめん、本当無言になって黙々とやってごめんね。すっげー黙々とやってますけどね。すっげー黙々とやってて、どうですか、どうでした、あ、先生、こんな感じでちょっと無言で、あ、なんか分かってきましたね。いやもうね、ちょっと掴みましたよ。どうですかこれ、いいですよ、結構なかなかこれいい感じですよね、はい、最初結構あの猫の足跡ぐらいの感じ、いやもうそうだった、あのねコツをね掴んできましたよ。結構なかなかこうさすがですね。ありがとうございます。やってるだけ書いてますね、いつも、ね、うん、経験者のセンスが光りました、ね、ちょっと小葉が気になってくるね、こういうとこ小葉がさ、確かに、うん、こういうとこすっげー気になってくる、ね、小葉がちょっとずつ気になってきて、ね、もうワンポイントでもさらにアレンジしたくなってきますね。そうですね、はい、じゃあ、はい、ワンポイントっていうともうちょっとやろうかなとは思っているので、はい、まずちょっとこの上からまたさらに、はい、来たアンティークゴールド来た、これゴールド、これはやりすぎちゃうといけないパターンですね。ほんとちょっとだけ入れます。
ちょっぴり入れる。ちょっぴり入れる。ほんのちょっとだけ入れていいかなっていう。ここやっぱり、ね、先生にちょっと見させてもらわないと、俺ベタッと入れちゃいそうだから、ね。ほんの少しだけです。ただこれ最後でもいいですから。最後。もうフィニッシュに近い感じの。フィニッシュに近めでいきたいなと思います。なるほど。ただこれと細い筆を使う感じ。かなり細い筆で。はい。あ、全然色が違いますね。全然違います。全然違いますね、ゴールド。乗る感じです。なるほど。結構渋いゴールド。渋いですね。そうですね。なんかいいですね。テッカテカという感じではない。うん、ゴールドってもやっぱりちょっとくすみのあるゴールドですね。くすみのあるゴールドを選びます。うん、でもこのベースの色とは全然色が違うのがはっきりとわかりますね。なので、これを乗せるとどうなるの？いや、本当軽くです。やべえ、この繊細なタッチは俺にできねえかもしれない。そしたら戻ればいいです。あ、そうですね。で、これで。なるほど。手も使う。手もちょっと使っちゃうんですよ。指も使う。なるほど。指で、あの、アイシャドウの感じです。なるほど。そうですね。シャドウを乗せて指でぼかすみたいな。ぼかすみたいな。なるほど。ゴールドフィンガーですね。ちょっとわかんないですけど。それはちょっとわかんないですけど。まあ、こんな感じにやっていくんですけど、これもそうなんですよ。最後フィニッシュでこっちでもいいですし。はい。こっちでもいいですし、この青がすごく気になるんですよね。これ青を入れちゃうの大丈夫なの？これ、うん、緑に、うん、緑入れることでちょっとこう掘り出した感のサビ、青サビ入れていきます。あの青銅にちょっとカビが入るようなイメージ。そうカビというかサビというか青サビです。青サビが、なるほど。いやでもこれはあれですね、色選びも本当にこれはね、やりすぎちゃうとオーバーになるんで。そうですよね。これはちょっと高等テクニックですよ。なんでちょっとこう、角ですか？今角とかもやったんですけど、はい、多分こっちも乾いてるので、はい、小葉の部分、これはちょっと流しでもいいと思います。なるほど。このね、この繊細なのがこれ伝わるかな、これ、この繊細さ。これフェザータッチですよ。フェザータッチですね。ゴールドフィンガーですね。もう軽くでいいです、本当に。なんだそれは。いや、だって色がゴールドで。マヤスティンちゃんも無視してますからね。そうです。すみません。無視しますから。で、多分バスにカットされちゃうから。なので。なるほど。なるほど。これね。わかります。わかります。これ。見たことあります。わかります。リアルにありますよね。大事。うん。これわかる。あの夢のテーマパークでいっぱいあるもん、こういうの。あ、夢のテーマパークありますね。確かにあそこって結構こういったリアルな描いてるんですよ。僕あの夢のテーマパークで一番好きなアトラクションがこういう雰囲気の。マジっすか。ジェットコースター系のこの雰囲気ですかね。アドベンチャーな感じのところ。あのそうです、あの金の鉱山のところですよ。ああ、なるほど。うん、いや、すごい。こういう感じで軽く。なるほど、これはすごいぞ。で、これがちょっと細かすぎるって思ったら太い筆も使いましょう。なるほど。なのでもう本当これはなんとなく軽くでいいです。あ、ちょっとあれですね、塗料が乾き目ぐらいの方がこれはいい感じなんですか。そうですね。あのね、こう頬のチークを塗るようなイメージだね。そうです、うん、アイシャドウチークです、うん、頑張って化粧にこう乗っかってたのなんだったんですか今。こう化粧してると思われちゃうんだけど、ちょっとあのイメージとしてはでもこう女性の化粧してる姿を見たらそういう感じなのかなみたいな、そういう感じなのかなみたいな。確かに。でもそうですね、今映ってる人間がこう女子2人、はいはい、男性が1人なので、ね、うん、やっぱり化粧とかネイルとかそういう、そっち系に振った方が多分食いつきがいいのかなみたいな。視聴者さんはこれどうですかね。まるでかを視聴していただいている視聴者さんは化粧って言って通じるんですかね。疑惑が出るよね。若干の疑惑がありますけど、多分コメント欄でいっぱいでか化粧してんのかみたいな感じで。いやでもちょっとしてみたいなって気持ちはあるね、化粧って。あ、ちょっとだけやるといい。そうか、なんかやりすぎたらちょっと手とかで、やりすぎるとこういう風になんか変な汚れみたいになるので、そうしたらでもすごくいい味だと思いますけどね、はい、戻す、うん、やりすぎないのがポイントですね。そう、やりすぎたら上からまた茶色で戻すと。なるほど。そうするとまた奥に緑が入ってるので、はいはい、少しだけ。でもこれはあれですね、ワンポイントで使った方がいいですよね。そうです。これはね、なので上からまた軽くでやると、ちょっと色乗せるだけでイメージが
いや、ほんと、うん、ちょっとね、ほんとところどころ入るだけでも全然雰囲気違うもの。いや、すげえすげえ。はい、ちょっとやってみましょう。やってみましょうか。これはでもね、相当繊細だよ結構繊細かもしれないです。これ、うん、これは相当繊細だし、本当にちょっとでいいと思う。筆先にあんまり、そうですね、つけないぐらいの、筆先にそこまで書かずに、そのどこにサビが浮き出てくるかっていうと、多分角あたりばっかだと思うんですよ。そうですね、あの僕の好きな角あたりぐらいから、あの、そう、サビが広がっていくのであります。このね、いわゆるドライブラシテクニックですよ。ドライブラシテクニックっていうのがある。はい、ドライブラシですよ、この辺。この辺のね、こういう繊細な。あ、でもどうですか、どうですか。大丈夫、いけそうですね。いけますよね。いけそうです。だいぶいい感じに仕上がってきましたね。良さそう。いい感じですね。そう、じゃあ、この辺で、はい、はい、で今、はい、何色か紹介したんですけど、はい、これだけしかやっぱ使いませんでした。なるほど、はいはい、こっちは明るすぎるので、うん、こっちだけでもよ良い感じですね。いや、もう十分な感じですね、はい、なるほど、うんうん、さあこれで塗装は終わりました。さあね、最終形はスタジオで見てもらいたいなと思いますので、これにスタジオでお披露目ですね、うん、蓋をね、マスキングテープでつけて、最終形は、うん、スタジオでお披露目したいと思います、うん、さあそんなわけで、はい、小林先生、いえいえ、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。もう非常に楽しい、楽しい、あの超満足できる、あの素晴らしい出来は多分小林先生の力も多分あったと思います。いえいえ、ただただ横で見てただけですよ。いや、そんなことありませんぜひね、なんか次また大きなものにチャレンジしたいなと思いますので、またよろしくお願いします、はい、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。じゃあスタジオから一旦終了したいと思いますので、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、そういうわけでね、VTR を皆さんに見てもらったんですけども、はい、あのね、ターナ色彩さんのあの、ショップさんではね、ここを塗った箱がね、ちょうど完成したところで終わったんですけども、実際はね、はい、これあの蓋とね、この下の部分、うんうん、あのこういった形でマスキングテープでね、あの蝶つがいみたいな感じにして、実際に上でこう、うん、あの、うんうん、塗ることによってこう蓋が開閉できるような、ね、仕組みにしてあって、すげー、一応これで箱はね、うん、できてはいるんですけど、今度はやっぱりね、中に入れるやっぱり銃を押さえるためのね、うんうん、台紙が必要になるかと思うんですけども、こんな感じですね、うんうん、これもね、段ボールです。段ボールで、はあ、アーティラリーのね、形にこうペンで書いて、まあざっくりとこうちょっとね抜いた感じの台紙を作ってあります、うんうん、でこれあのその台紙はどうなってるの、うん、あ、これは普通にあの段ボールをね、3枚重ねて3枚こう抜いたものです、うん、こういった形で、でこうちゃんと玉が、だからちょっと厚みがあるんだ、うん、であのこれは塗る必要がありません。でなぜ塗る必要がないかというと、うんうん、こういった形で、ね、これまたあの100均とかで売っているこうベルベット調のね、うん、こういう布をまあ買ってきてですね、こういう形、はあはあ、そんなものも売ってるんですね、うん、こういうのを買ってきて、でこれをいわゆるこの台紙の上にこうちょっとね、うんうん、かぶせてこういう感じで、ね、こんな感じで、でこれをこう箱の中にねこう入れたいと思いますね、こういう感じで収めると、うん、こう収めて、でコツとしてはあんまりこうピン張りしないで柔らかい感じのちょっと布にしてあげるのがコツかな、うん、こういった形でこんな感じで、ね、こんな感じで、うん、じゃあ早速今度はこれに銃を入れて最終品を皆さんにお見せしたいなと思いますので、おお、楽しみ、いきます。デカ工法、はい、改めて段ボールとターナーさんの塗料を使って作ったアーティラリーのガンケース見せちゃってください。はい、わかりました。じゃあね、こんな感じです、うん、でもう今ね、銃が収まっておりますので、じゃあちょっとご覧いただきたいと思います。オープン、ウィーン、ババンバーン、バーン、ババンバーン、出していこうか。いや、すごいですねこんな感じです。その謎の効果音、効果音あれでしたけど、はい、とてもこう段ボールには見えないですよね。でしょ、これ、うん、ね、こうなんかね、木をベースにしているか、もともと金属製のね、うん、箱にしか見えない高級感をちょっと感じるんですけども、いや、めちゃめちゃかっこいいな。かっこいいよね、これね、本当、すげえ、本当ね、何度も言ってるけど、本当に段ボールにね、うん、段ボールに塗っただけで、こんな質感になるんでね、
本当に、まあ、今回はねこういったがんケースだったんだけど、まあ、本当に何だろう身近にあるね、はい、何だろうありとあらゆるものをこう塗ることによってこうねだいぶ変化が起こるんで、うん、雰囲気が変わる、ね、どんどん塗りたくなっちゃったね俺ね。うん、ねえもうすっごいなんかゾーン状態入ってますからね、うん、デカ工房ね。そうピューなんで閉めたんですか。いやでもまあそれ置いといても迷いもね、うん、がぜんこう創作意欲がね湧いてきましたよ。やりたくなっちゃったな。やりたくなっちゃったでしょ。はい、そんな人のためにね、うん、今回制作したこのガンケースの寸法図はね、はい、ツイッター等で公開する予定となっておりますのでね、ぜひねチャレンジしたい方はねぜひそちらもご活用ください。もちろんね、俺はアーティラリー用に作ったんだけど、さっきもまやちゃんが言った通りね、うんうん、自分で持ってる銃がいろいろとあると思いますのでね、その銃に合わせてね、いろんなこう、なんだろう、自分なりの創意工夫で作ることもね、すごく楽しいんじゃないのかなと思います。うん。いやね、もうなんか、段ボールがあれば手軽にね、うん、チャレンジできるっていうところがすごく心惹かれるんですけども。そうだね。あ、うん。そうだ、デカ工房。はい、迷いのガンラック製作も手伝ってくださいよ。お、面白そうだね。いいよ。なんかすごい俺やってみたい、うん、任せて、うん、何でも作っちゃうよ。うん、何でもって あとはだからなんだろう、うんうんうん、例えばそのガンラックに合わせて銃も塗っちゃう、なんかそこまでいっちゃう、波動に影響しない範囲でなんかエアソフトがもうなんか塗っちゃうのも面白いんじゃない。あの本当すごくねいい色いっぱいあったから、そういうのも面白いかもね。そうですね、うん、こう部屋の雰囲気をね、うん、ミリタリー系にしたい人とか、うん、多分ぴったりじゃないかななんて思いますよ。そうだね、ピュー、うん、ちょいちょい何なんだそれは。もうもうね、はい、デカ工房ね、うん、すごく楽しかったので、うん、ぜひ第2回 DIY 配信いつかやりましょう。やりたいね。これもなんか自動で開くようにしたいな、うん、プシューみたいな。それはええっちゅうの、うん、全部手動でプシューってそうだね、なんかなんだろう、来年の配信は、うん、なんかなんだろう、こういう DIY 企画みたいなものを、うん、こうなんだろう織り交ぜながらなんかこう配信していったら面白いかな。なんか大きいものにチャレンジしてね、うん、なんかそういうのいいかもしれないね。楽しそうですね、うん、こう確かにこういうね DIY 企画ものとかをこう織り交ぜてっていうのもちょっと変化があって楽しいかもしれないです ね、うん、そうだね。なんか本当にまやちゃんとじゃあ何やる、うん、みたいなの相談しながらさ、でなんかじゃあこれやりましょうみたいなの決めて、うんうんうん、それでなんかこうちょっとやっていきましょうよ、うんね、そうですね、うん、みんなと一緒に遊べるような、うんねうん、でまあ皆さんには何にチャレンジするかね、まあこれからのお楽しみということで、うん、お楽しみ、うん、まあ本当、うん、ね、まあ、次回の配信とか、まあ、来年の配信は置いといても本当、はい、ね塗るだけで本当にこうね、うん、DIY が手軽に楽しめますのでね、ぜひ皆さんね、はい、チャレンジしてみてください、うん、してみてください、うん、もう絶対楽しいですよ、うん、楽しいよね、はい、うん、ということで、はい、以上、デカ工房 DIY チャレンジ企画でした、うん、でした。さあ、明日発売の新製品、次世代電動ガン AK ホワイトストーム、ここに用意いたしました。パッケージはね、こんな感じです。じゃん、じゃーん、かっこいい。うん、なんかパッケージもめちゃめちゃおしゃれな感じですね。おしゃれだよね、うん、ね、うん、なんかこうケーキとか、うん、なんか お菓子とかね、なんかそんな雰囲気するんですけどもそうだね、確かに、ね、うん、こうミリタリーテイストはね、うん、なんかちょっとゼロに近いような感じするんですけども、うん、正直こういうのもありだななんて思いますよ。そうだね、まあ、本体のイメージに合わせてね、うんうん、作ったパッケージなんだけど、ちょっとじゃあ今ね中をね開けたいと思いますね。お、本当出来たてのほやほやです。いきます。ほや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 、シューくぽなんだその音はこれおー見えるかな。はい、いきます。ででん、こんな感じです。はい、こんな感じです。ねえ、うん、やっぱりこう箱を開けてみるとね、うん、こうそこはもうミリタリーっていう感じなんですけども、うん、やっぱりこの白色っていうのはすごく斬新ですね。でしょ、本当にね、うん、まさにこうキャンバスみたいな感じで、いいな、本当ね、うんうん、今回の塗装チャレンジにはねもってこいなんですよ。
うん、おこれ、ね、ちょっとね腕に自信があればこうやれちゃいますけども、うん、っていうこの流れで、デカ候補、はい、情報がありますよね。ありますね、この流れでいきましょう、はいはい、もう何度も、ね、告知しているかと思うんですけども、SG ファッションスナップさんとのコラボ企画、AK ホワイトストームアートキャンバスチャレンジね、本日12月9日から一般募集が開始いたします、うん、募集期間は2022年の2月10日までとなります、うん、まず専用サイトからね、シートのダウンロードやねエントリーの仕方など載っておりますので、まずはそちらをご覧ください、はい、専用サイトは概要欄に表示してあります。皆さんねふるって ご参加ください。はい、またねこの第44回配信の終了後、マルデカ宣伝本部番外編もね、うん、プレミアム配信いたしますので、そちらもぜひ、合わせてご覧ください。はい、うん、マルデカ宣伝本部番外編もぜひお楽しみください、うん、お楽しみください。迷いは出てないんですけどね、うん、ちょっとごめんねいや嘘ですよ迷いもねすごくこの企画で楽しみにしていたんですよ、うん、はい、マルデカ宣伝本部番外編、うん、AK ホワイトストームアートキャンバスチャレンジに4名のサバゲー女子がどんなプレゼンをするのか、うん、もう興味津々ですし、うん、どなたが優勝するのかも気になりますね。そうだね、本当見てもらえたらね、うん、ここにはこういろんなドラマが待ってるのか、ドラマがそんな大きな、皆さん熱心にやってくれたんで、うんうん、多分その熱意は伝わると思いますのでね、うん、さあどんな結果に、ね、なってるのかね、それは見てからのお楽しみとなります、うん、引き続き、はい、マルデカ宣伝本部番外編ねご覧いただけたらなと思いますので、うん、ぜひよろしくお願いしますお願いします。声裏返っちゃったね今ね。さあ今日の業務連絡コーナー来ましたさあね、もうすでにね、はい、開催中ではあるんですけども、 VR イベントね、バーチャルマーケット2021がね開催中となっております。もちろんね東京マルイもブースを出展しておりますので、お時間があればぜひご来場ください。はい、うん、もうね迷いはね、うん、何度も遊びに行かせていただいておりますよ。いいね、いいね、いいね、うん、うん、本当にね、今回の東京マルイブースデザインは前回とこうガラリと変わっていまして、そうなんですよ、うん、展示されている製品ね、うん、発売間もない新製品を中心に展示してあるので、うん、もうねめちゃくちゃ楽しいんですよ、ね、楽しいね本当にね、うん、2階のねコラボコーナーも今回も充実しております、はい、もちろんね、まえちゃんのコーナーはもちろんのこと、育成&戦闘シミュレーションゲームドールズフロントラインさんのコーナー、うん、そしてね、今回初めてなんですけどね、ミリタリー業界では知名度抜群なねアパレルブランドマヨドネスコーナーをね実は設けてあります。そうなんですよ、うん、マヨゾネスっていうブランドなんですけども、うん、東京マルイさんの LCP の PV に出演していただいた、はいはい、マヨさんがね、うん、マヨマヨマークのマヨさんですよ。そうですよ、マヨちゃんが。そう、うん、マヨさんがね、うん、運営されているブランドなんですけども、はい、なんと、うん、今回ですね、はい、来場者特典として、はい、マヨゾネスのアバター用アクセサリーを無料配布しています、うん、その通りです、その通りです。そう、うん、マヨももちろんもうゲット済みなんですけどね、うん、ね、うん、いや本当ね、さらにね、さらに前回に引き続き東京マルイバーチャルサバイバルゲームフィールドアイランドとコンクエストもね楽しめるようになっております。うん、ね、さらに今回このフィールドではスマートフォン向け RPG ブルーアーカイブさんとのねコラボを実施しております。このバーチャルマーケット2021のね期間中だけそのコラボ時を使用してのサバイバルゲームに参加できるようになっております、うん、おー、これもねめちゃめちゃ嬉しいですよ。嬉しいよね、すごい、うん、さらに、うん、今回も総額50万
円、はい、東京丸井製品がもらえるフォトコンテストも開催しておりますので、うん、そういったコラボの銃を使用したり、うん、新しくオープンしたフィールドとかで、うん、バンバンもうね、うん、撮影して送っていただけたら嬉しいですね。ほんとね、もうほんとにね、あのフォトコンテストすごい評判なんでね、また今回もね、多分力作が応募されるかなって期待はね高まるんですけどね、もうそういうのももうひっくるめて、うんうんうん、もうひっくるめてね、はい、本当に非常に楽しくて魅力的な VR イベント、バーチャルマーケット2021はね12月19日の日曜日まで開催しております。そしてね、はい、そしてまえちゃん、いきなりなんですけども、明日12月10日金曜日、僕とまえちゃんでまたね会場に遊びに行きたいと思います。やった、行きます行きます行きます。夕方ぐらいですかね、会場に行くの。そうだね、18時ぐらいにしようかな、じゃあな、うん、18時ぐらいしましょうかね。そうしましょうね、うん、それでは18時に会場に遊びに行きます、うん、はい、皆さんにまたね会ってね、直接お話ししたり写真撮影したりするのすごくすごく楽しみです。楽しいね、またこうね記念撮影撮ったりとかね、うん、本当にみんなと会話してすごく楽しみにしておりますので ね本当に、うん、皆さんもねぜひ時間がありましたらバーチャルマーケット2021、はい、ぜひね遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではデカ候補、はい、今回は DIY チャレンジ企画、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした ね、 チャレンジ企画としては、うん、第40回配信のリトルアーモリーの L96AWS を作ろうに続いての2回目だったんでしたけど、そうね、ね、うん、どうでした。いや、 やっぱね作ることはすごく、うん、楽しいしね、まあ、やっぱり自分の趣味の部分っていうのもあったんで、なんか本当にね、はいはいはい、今年の年末はまたなんかこう大きななんか模型にチャレンジしてみたくなったね。なんかね、いいですね、うん、思い出した、去年はね有名なブロックのね会社のなんかすげえ5万ぐらいするね、こんな巨大なショベルカーを買ってなんか作ったりしたんだけどね、うん、俺作りたかったんだけど、なんか娘に全部横取りされてほとんどできなかったけどね、仲良し親子なんだよ。思い出したけど、そういえばねその有名なブロックで今度7万円ぐらいするね、こうなんかねタイタニック号がね発売されて、それ買おうかな。そんなのあるんだ。いや、まあまあね、ちょっとね、デカ候補のものづくりの熱い語りがちょっと続いていて、うん、すごく楽しそうなんですけども、うん、楽しかった、今話して残念ですが、うん、ね、うん、お時間の方来てしまいまし た。なるほど、はい、ということでね、はい、いつものセリフで締めてください。はい、了解しました。じゃあ一旦締めることにしましょうかね、ね、はい、一旦じゃあ締めましょう、うん、本日もね配信をご覧いただきありがとうございました。この後のね、まるデカ宣伝本部番外編も引き続きご覧ください。じゃあ一旦締めましょう。ナイスナイスシュートシュート。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、今日も楽しかったですね、本当に、うんうん、ロケもあり DIY がめっちゃ楽しかった ね、 ね、本当楽しかった。あの収録も本当に楽しかったしね、もっとやりたかったもん。もうちょいちょいシカトしてましたよね、迷いのしゃべり。あのね、うん、ちょっと夢中になるとちょっとゾーン状態に入って完全に黙々とカメラ回ってない時も黙々とこう修正とかやってましたもんね。いや、実際でも本当にああなっちゃうね、なんかのめり込むと ああなって、楽しいですもんね、うん、ああいうのね、楽しい、あの世界が楽しくなっちゃう、自分の世界がね、うん、いやいいな、うん、いろいろ作りたいなって思った。いや、本当、本当に塗るだけでね、ああいう質感にもなるし、まあ、本当に塗るだけじゃなくて今度は本当に実際に作ったりとかね、本当に木を切って作るとか、うんうん、なんか本当になんかでかいのやってみたいなと思うよね、うん、いや、でも最初ちょっと失敗するの怖いから、前も段ボールからちょっとやってみたいなって思う。いや、本当、なんか本当だから、その段ボールに限らず100均で売ってる何か、例えばなんだろう、花瓶とかさ、うんうん、そのなんかペン立てみたいなのを塗るだけでも
全然雰囲気変わっちゃうから面白いと思うよね。そうですね、うん、あのティッシュのカバーとか箱とかも売ってるじゃないですか。はいはいはい、あるね、はい、うん、そうそう、そういうのちょっとミリタリーチックに仕上げるっていうのも楽しそうだな。いや、すごい楽しいと思うよ、なんか、うん、やりましょう、やりましょうよ、いろんなのね、うん、うん、というところで、はい、急なんですけども、はい、ね、でかく、そうですね、お知らせですかね、はい、収録後パートにお知らせなんですけども、はい、皆さん、なんと、うん、12月17日金曜日、金曜日、はい、19時予定で、うん、なんと、うん、デカ広報が迷いの配信に遊びに来てくれます。行っちゃうよでも行っちゃうよ。あ、今迷いデカ広報って言ったけど間違えた、うん、そうそうそう、島村さんですね。そうそうそう、島村さん、あの、あくまでも島村としてね、うん、個人としてあの、そう、まゆちゃんの配信にお邪魔しますのでねそう、うん、遊びに来ていただく念願かなっての、本当デカ広報の島村さんの 生配信でしょ。生ですよ。そうそうそう、大丈夫そうですか。全然大丈夫ですよ。 あくまでも島村として島村さん、ね、村島バックとして、あの、あの誰村島バックとして、あの行きますよ、個人としてここに看板背負ってないから、看板ないから そうですね、うん、島村さんとして、うん、あの来ていただくんですけども、はい、この配信の後にあの告知ツイート等をさせていただきますので、うん、はい、でそちらにね、あの Google フォームとかちょっと設けさせていただいて、うん、皆さんから、うん、島村さんへの質問募集とかをね、うん、していただけたらなと思って、そういうこともするの、そこでお答えいただくみたいな。その質問に答えるってことだ、うん、でも生放送なんでしょ、これ語り生ですよ。危ないかも。なんかこれ語りたいとかありますか。いや、語りたいことはいっぱいあるよ、本当に。その刑事ドラマの話だとか、うん、もう本当に言ってましたね、うん、それこそ、うん、あのね、あのヒーローもんのあの話とかさ、はいはいはい、爆発の話とかも、めっちゃもごもご、めっちゃ話したそうな、うん、話したいもんぜひあの視聴者の皆さん、なかなかないあの機会ですので、ぜひたくさん質問等お待ちしております。お願いしますすごくすごく楽しみです。よろしくお願いします。お願いしますね。あのだからその番組名とかさ、うん、作品名とかもちゃんと言えるからね、うんうん、迷いのね、個人的なチャンネルですので、うん、島村さんが遊びに来てくれるっていう感じですので、ちょっと映像とかどういう風になるのかまだちょっとわからないんですけども、なんとも言えないけどね、うん、あの、うん、お邪魔してぜひね、あの前から僕も行ってみたいなと思ってたんで、はい、ぜひよろしくお願いします。ぜひ皆さん楽しみにしていてください。お願いします。ということで、はい、以上急な告知と収録後パートでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 DIY